話すとは何だ、鹿之助。ああ、美月がお前の言動の冷たさを気に病んでたよ。すっかり変わっちまったってな。そうか。だが全ては信長の大願を果たすためだ。俺の刃はそのために研いできた。鹿之助も知っていよう。とはいえ、美月を悲しませるのは本意ではない。あるいが目をかけてやってくれないか。そっか。やっぱり根っこは変わってないな。俺の信じた光秀のままだ。唐突に何を。本当はこれを確かめたくて呼び出したんだ。ごめんな、変な真似して。待ってくれ。俺はもう昔の俺ではない。天下一新のため情に流され足踏みしないと誓って。そうか。でもどんなに冷たく振る舞おうと根っこは熱く優しい。昔の光秀のままだって分かったよ。満月に誓ったあの日からお前は変わらず歩み続けて。やっぱり俺もくすぶってちゃダメだ。光秀、俺も頑張るよ。お前と同じ、いやそれ以上に。見ててくれよな、相棒。